さて、追っ始めるか。
ガッツ生きてたの？一体どこでどうして？すまねえリッケルト。その前にあいつは、キャスカは無事か？キャスカはいないんだ。どういうことだ、どういうことだリッケルト。なぜだ、いつから、一体どこへ？エリカが悪いの、エリカのせいなの。一月ほど前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、それを見かねてエリカが外に連れ出して。気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくて。だがリッケルト、お前はここで何やってたんだ。キャスカがどんなだかはよく分かってんだろ。なのにどうしてお前はここにいる、どうして探しに行かねえんだ。これからしんみり大往生を決め込もうって時に、騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。だら、うだうだ聞くのも億劫だ。剣と義手を見してみ。刃ぼれ、血さび、歪み。10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、そのわけが仇討ちにしろ復讐にしろ、おめえ逃げてやしねえか。戦に憎しみによ。何？まあ聞け。死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にはでっけえ刃こぼれが、恐怖って名の亀裂が走ってやがる。わからねえよ。あんたにはわからねえよ。誰にも、人間にはあれはわかりっこねえ。死んだ、一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように、何もわからないまま。みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものをおっぽり出して、お前は一人で行ったんだ。最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人、自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うか？おめえにリッケルトを責める資格はあるのか？仲間の仇討ちを口にする資格はあるのか？肝心な時になるとおめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと血でぬめり錆びかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。
ご精が出ますな。いや寝てたんじゃないの。いやそうなんだけどね、なんか手伝ってやろうか。こう見えても器用なんだ俺。いやいいよ。だけどパック、君には本当感謝してるんだ。五道の親方が倒れて、そしてキャスカがいなくなってからエリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで。いやそんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけどね。それにガッツのことも。ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか、もちろんそれもあったけど、ガッツがもう俺の知ってるガッツじゃなくなってしまうんじゃないかって。でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して。やっぱりガッツはガッツのままさ。それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ。きっと君が一緒にいるってことは、まだガッツは笑えるってことだからね。ティヒ、なんか照れちゃうぞ。あんましマジ顔で言われっと。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびにおかしなものを連れてきやがる。親方、無茶だよ。やめて。それなら俺が。だっとり。リッケルト、エリカを頼んだぜ。あれはな、俺の本当の娘じゃねえ。あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。泣いとるのを見ちまったもんで、気まぐれで育てちまったわけよ。柄にもなく。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてくれたよ。けどな、やっぱり死ぬときは一人、前のめりってのがいい。いい意見ってな、たとえ錆びついて生くらになっても、その芯には決して錆びつかない、いい鉄を残すもんだ。その鉄こそ最高の鉄。たとえ亀裂が入ろうが、火に入れりゃ必ずよみがえる。あのバカに言っとけ、俺みたいになるなってな。五道、あんたいい鍛冶屋だ。帰ってきたらまた頼むぜ。抜かせ、ベロイ。2年も前のことだ。私は黙示録にある闇の鷹の調査を願い出た。五度太陽が死せる時、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証し、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。聖鉄鎖騎士団を率い、闇の鷹と目される黒い剣士を追った。嘘よ、こんなものが。いるはずがねえか。だから奇跡ってんだろう。この世にあらざる者を目の当たりにして、ただ恐怖で満たされて、祈りの言葉すら浮かんでこなかった。団長、どうかしたんですか。
何でもない。騎士団といえど実戦経験のない貴族の集まり、黒い剣士を相手に多くの死傷者を出し、捕獲の任は解かれる。そして新しい任務が与えられた。さて、追っ始めるか。これはお墓だよ。人数分には程遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。襲ったのが俺で残念だったな。お宝はあるんだろうな。上玉がいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。金目のものを置いて行きやがれ。
せてやる。命をかけるなんざバカのやることだろう。リッケルト、さっきはそのすまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけどここにいていろいろ大切なものもできちゃって、気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。逃げたんじゃねえ、逃げられねえんだ。この右目に最後に焼き付いたものから恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このドス黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。俺には仲間の仇討ちさえ口にする資格はねえ。俺たちが一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ。無理やりでも何でも今度こそ。出ないとあいつ。
お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくっちゃ。とうの昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこった。俺はまた繰り返しちまったっていうのか。俺はまたなくしちまってから気がついたっていうのか。まだそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。異端審問官護衛の際、たびたび襲撃を受けた。さて、あなた方が私を襲った理由を聞かせてもらいましょう。復讐だ！貴様は村を邪教徒の隠れ里と抜かして、村人全員を焼き殺しやがった！女子供に至るまで一人残らず！確かに不幸にもそのようなことがありました。しかし拙僧は、神の教義に従い公正に判決を下したまでです。何が公正だ！俺たちはただ飢饉で寺院へのお布施を一時的に中断すると申し出ただけだ。それを一方的に！天誅だ！貴様にこそ天罰を下してやる！天誅、天誅、天誅だと抜かすか！この不心得者が！僧侶に弓引く廃教者の分際で、こともあろうに天誅だと！貴様らのような輩に、いや、この地上では我が法庁を置いて他に神の代弁者たる資格は何人たりにも許されてはおらぬわ。ファルネーゼ殿、貴兄はこの者たちにはどのような処分がふさわしいと思われますかな。僧侶殺害を企てた者には家計か車輪引き刑が課されます。ご名答！素晴らしい！さすがは栄えある聖鉄騎士団団長殿です。大したご見識だ。私の権限をもってこの場で簡易裁判を執り行います。判決、被告全員を車輪引きの刑に処す。